こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、ソーラー電波腕時計、まあアナログなんですが、そのタイプはですね、時期にやっぱり近づけると調子が落ちますので、まあ、そのことについてちょっとお話ししたいと思います。まあ、今ねソーラー電波時計といろんな、まあ、シチズンとかカシオとかで、まあ、セイコーでもね出てますけど、いろんなタイプ、まあ、新種婦人用ありまして、まあ、時間がぴったりこう秒まで合いますから、非常にあれですね、時間合わすこともないし、そういう点では非常に便利な時計でございます。まあ、カレンダーも月でもピタッと合いますので、こういうですね、まあ、ちょっとねうちのタイプなんです、あれタイプなんですけど、やっぱり普通のクオスと全く一緒でございましてね、電波を受けて、まあ、時間を修正するわけなんですけどね、やっぱり外部の磁石でこのやっぱりローター車、ステップモーターね、まあ、ステップモーターでもいいんですけど、やっぱり時期の影響で一時的に止まったり、例えば遅れ生じたり、それまた修正するんですけど、今度基準値狂ったりね、そういうことあるんですよ。時間が全く合わなくなることなんですよね。特にアナログになりますと、仮タイプですね。でこういうデジタルになると、まあそういうローター車ありませんので、一切そういう影響はありませんけどね。そういう点ではちょっと一切こう近づけない方がいいですね。まあ、スマホとかパソコンとかですね、少し離しておくとか、そういうことちょっと意識していただければ、まあ、なかなかその分かんないところにこの磁石ってありますんでね。例えば健康器具とか、時期の例えばこの枕とかね、時期式布団とか、まあちょっと腰の悪い方ですけど、時期の入ったなんかこういうありますよね、そういう治療器みたいなの、そういうのもね意外と時期強いもんですからね、もう知らないうちにそういう影響を受ける場合もありますので、どうかそういうところはちょっと気をつけていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。